はいどうも、はいどうも、こちらです、マキです。はいはいはい、もういつもよりちょっとね、テンション高い感じでね、高めで、そうね、やってますけども、高い理由があるんですよ。はいはいはい、はい、言っていいですか。いいですよ。いいんですか。いいですよ。あ、言っちゃいましょう。はい、言わないですけどね。言わないんかい、はい、ということですね。はいはいはい、忍者の村の近くのキャンプ場に来ております。ここはオーケー、伊賀市、伊賀市、伊賀市、はいはい、オーケー、オーケー、うん、はい、そこを立つんですね。オートキャンプ場、はい、行きました。今日はね、あの前回の、うん、ぎこちなキャンプ見ていただいた方わかると思うんですけど、うん、あれですよね、うん、あのちょっとこの器具のこの使い方ちょっと間違ってんよ、うん、うーん、ということでね、はい、はい、ちょっと、そう、ちょっと今回はね、あの訂正も兼ねて、前回はちょっと違う使い方してたぞと、はい、いろいろお声いただいたので、ちょっとあの僕たち、うん、ぎこちなキャンプなりに、あの少しあの勉強しました。はい、ちょっとね、一ついいですか。皆さんを悲しましてしまうかもしれません。あ、なるほど、ね、言っていいですか。はい、もう、ぎこちなくないかも。すいません。ということでね。はい、でわざわざ ね、 そうですね、僕に来てるわけですよ。今日ははい、僕らの拠点の愛知県ではなくて、うん、ここは何県？伊賀市なんで。伊賀市なんで、三重県に来てまして、はい、ちょっとあの僕らだけではなくて、今回うん、まあお店のね、うん、お客様たちと一緒に、ね、キャンプができたらと思っておりますので、ね、ちょっとだからいるんですよ。あ、今ね。なんかね。はい、いますね。なんか。はい。ちょっとちょ呼んできていいですか？呼んできてもらってもいいですか？ちょっと待っててください。はいはい、呼んできますね。高度な日々。はい、ちょっとサザエさんみたいになってるじゃないですか。今日はこのメンバーでやってまいりたいと思います。そうです。はい、ではやっていきましょう。やっていきましょう。はい、おい、あ、ここね。いくらが、いやー一回抜いとるし。ほら。2人ぐらい座れるんで、腰寝転がれるんで、もう寝たい人は寝てください。これ俺の。まああかんて。あかんて。寝てる人は寝てください。ここやらんと、立てとここを。これを刺していくと、こう刺してたやな。はい、刺せ。刺し方は簡単。ここに穴を刺すだけです。はい。穴を刺すだけ。はい。穴を刺すだけ。穴に刺すだけ。ひどい。こうやってこう。こうね。ひどい。こうやってね。何もやっとらん。ずーっと見とるだけ。社長。社長。いやー。これさ、クーラーボックスとかさ、みんな取りやすいと思ういいよね。こんなものないよね。簡易的なこの。やってます。やってます。やってんね。やってるやってる。これを。
何ホラって。ホラって何？そりゃそうだわ。次ね、これを忘れて、出すの忘れてね、えらいことになっちゃったの。これは上で、ここ今日焼きそばします。あー、このここで焼けるんですよ。これ引っ掛けるとこなかったんですけど、これ焼けるんですよ。はいはい、やけど注意です。かわいいだろ。ねえ、入れたっけな。これでこう立てかける感じ。あ、よりちゃん。ちょうどいいぐらい。いや、ちょっと聞いてたって、これ後で。おう。なんでサイレンジなの？ハンマーが。ハンマーそこある。ペグをね。刺す瞬間を。これちょうど、あ、ね、ニコさん、こっちにいるんですよ。こっちにそのままやってもらっていいですか？ここ浮かなかんの。もうちょい。こんなこと斜めない。いや。こう。おお。もうちょっと。で、内に入れて。はい。はい。で、こう、こう持っててもらっていいですか。はい、ちょっとそれ。で、こいつを。眩しいですね。かけて。あ、そういうこと？うん。まあ、ここに。グッと。いきますよ。このあれがっすね。ぎこちないなぁ。ちょっと待ってください。鍋にちょっとこう、そこをつけですね。よし、いいっすか。うちのね、このフラッグがね、いや、めちゃくちゃ車で熱されてますね。ね、うちのフラッグっすね。こういうフラッグ、はい、こう何も言わんのかい。あれでつけちゃう。はい、今回はね、もうぎこちなキャンプではございませんよ。しっかりこの薪をね、こいつでね、やるでしょう。前回どんな感じでしたっけ。前回このまま直接炙ってましたね。こうしますよ。ね、こう細くしていくわけですよ。あ、それで細くして細くしていくんですこれ、ね。火をつけやすくね。そうそう、こうって割るんですよ。気をつけてくださいね、ぎこちなキャンプ隊長。終わりました。今回は
はい、そう尺もあれなのでみんなで来てるってことで、はい、先に用意させていただきました。おまあめちゃめちゃ細くしてもうこれでこのままこうあはいこうもう まだちょっと慣れてないんですけどこうあなるほど。それはどういう意味なんですか。これは火がもう着火しやすくなるんですよ。あそうなんです。これをまず燃やしてから火を起こすという、はい、あんまり言い過ぎるとまた間違えちゃうんで、はい、これ以上やめときますか、はい、こんな感じですあちょっとあの全部待ってってますけど、はい、一応、まあ、こういう感じでもっとうまくやるんですよ。本来はこれで火をつけるんですよね。ほらこう分かる。こう本当はあの石でチャッカッてやりたいんですけどちょっと時間の尺も、ね、前も言いましたよねそんなに石でカッてやりたいんですか。前も同じこと言ってるね。ちょっとやってみたかったですね。まあこういう風に一本作ってから火がずっとそれだとついてますね。で細くちょっと待ってください。前回何だったんですか本当に。前回はねちょっとやっぱり舐めとったっすね。これでねもう消えることないんで、はい、こんな感じでペンネいただきます。今日はミニパスタをやりたいと思ってます。いやーとね、もう一袋いいですか。今日アシスタントさんがいるんですごく手広くいけると思います。はい、いいですか。そしてこちらにですね水を入れていきたいと思います。まあ、すごい量になるかもしれないけどこれもうどこも。じゃあこっちでもねペンネ作りますので、ね、この中にちょっとね玉ねぎをね入れたいと思います。誰がオニオンやね、ちょっと遠いな。こうチーズのかけ方の癖いやもうこういう時誰も見てませんからこれはい注文はい注文いいじゃん。まそうこれよっしゃー行きますよ皆さんお食べなさい。いただきます。めっちゃたかるなうまい。もうやばいでしょ。うまい。赤いこれはね、やばいんですよ。いや、うまい。うまい。これうまいっすよね。これうまい。やばい、これナンバーワンし今んとこね、ナンバーワン。これやばいっすよ。うん、赤い。うん、どうですか。うんうん130いいや。もう半分いるか。まだいる。それ焼肉で行こう。あ、もうええわこれ。何十食って美味しい。よいしょ。いらっしゃい。ご注文は焼きそば一つ、はい、お願いします。はい。普通。はい。ご注文はチキンカツ。焼きそばしかないんで。チキンカツでお願いします。はい、ご注文は焼きそば。はい。ご注文は玉ねぎ。焼きそばで。はい。ご注文は焼きそば。はい。お願いします。はい。焼きそば。はい。はい。ご注文は焼きそば。はい。はい。はい。焼きそばの八丁。八丁 OK。はい。麺入ります。はい。その麺。なにどうすか。いやもうソースがないことを。うん。もう基地とさせて、はいね、こんな焼きそば食ったことねえと牧野さん、うん、なんすかこれ焼きそばっすかと楽しみにしといてよ、うん、オケモンじゃないですかうまかった。ソース忘れた方がいいっす。ソースがない中での一押し牧野の焼きそばどうっすか。うめっこれ持ってっちゃった全部乗ってた、ね、新田さんのいいとこ全部消して全部乗ってた今嘘つけ番組見ながらいい
いそう。嘘や。そんな絶対気に入らない。こだま響きだよ。こだま響き。そんな話あるかい。そういう風に見えてくるんだもん。C 貼っとかないといけないんだもん。うせえうせえよ。突っ込んでくるだけいいっすね。いやでもちょっと近いっすよ、澤さんも。やっぱり一人でやっぱ喋って、誰か求めてないんですけど喋るんですよ、ね。ああ、一人ごと多いかもしれないですけど。うん、ジジイな。いい気分になってくるね。俺はもう結構飲んどるからね。これをね、刺します。刺しまーで、こうくるくるっと締めます。これでカプチーノができるんですか？これカプチーノができるんですよ、実際。締めて、締めたのを確認して、これでちょっと温めていきます。どうしたんですか？大丈夫っすよ。ぎこちなくないですか？ぎこちなくない、大丈夫っす。こっからっす。はい、ちょっとしていきます。ある程度のこうカプチーノをこう入れましてね、今の感じだと3杯分ぐらいはこれでできるとね。こうアイスはちょっと初なんで、っぽいのがね。いや、うまそう。あ、うまい。うまっ。うまい。おいしい。うまっ。うまい。おいしい。おお。うまい。うまいまでの時間の。いやだけ欲しい。マジでうまっ。あ、うまっ。クリーミー。クリーミー。うまっ。はい。はい。はい、ということで、あっという間でしたね。あっという間でした。ね、で今日何時間？9時からなんで、7時間ぐらい。もう計算できないですね。炎天下で、はい、頭やられてますね。すげー楽しかっただけど。はいはい。ね、うん。楽しかったね。楽しかったっす。楽しかったっすよね。イエーイ。はい。元気っすね。はい。この反応なので、いや言わした感あるかもしれないですけど。そうですね。はい。またこれからもちょっとこういう動画増やしていきたいですね。そうですね。はい。ご覧いただけたと思うんで、そうですね、はい、ちょっとずつあのぎこちなは残しつつ、うんうんうん、あのぎこちな度合いが少なくなっていくような感じで ね、 はい、でも絶対ゼロには僕らならないので、見てる人はいつしかこうタイトルがぎこちなキャンプじゃなくて、はい、ちょっとこう違う形になってるの気づいてもらえるかもしれない。そうですね、はい、しっかりチェック してください。ちょっとあのコードオリジナルちょっと来てる人ちょっと来ていただいていいですか？
あ、よし。ね、こうちょっと来ていただいて、今ね、あのみんな来てたんですけどね、そうですね、見えてしまったっていうのちょっと、はい、あるんですけど、ボックスのロゴティーとちょうどね、はい、キャップボックスロゴティー初期のコードティーにタンクトップ僕も着させていただいた、一緒のね、一緒のタンクトップ、はい、ね、さあこういう時ね使ってくれてありがとうございました、愛を感じました、はい、愛を感じました、本当に、じゃあ一人ずつどういうどういう愛、バンバンになっちゃうじゃあ皆さんありがとうございました、ありがとうございました、今日はありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ最後に一言、最後に、そうですね、はい、最後に一言、はい、はい、絶対いかん、ちょっと待って、ちょっと待って、あのね、ご視聴ありがとうございました。